Hi guys。あ、ちょっと間違えちゃった。<laughs> もう一回行きます。Hi guys。This is k e n t i here from Melbourne, Australia, and I have an amazing guest today. 今日は皆さん、スペシャルゲストをお招きして、オーストラリアに住んじゃおうという話で質問を何,度かあ何個かしていきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、えー、山際さん、ちょっと簡単な自己紹介をしていただけたら嬉しいです。はい、えーっと、まあ世界2周をしまして、今旅、お休み中なんですけども、はい、うん。生きてる限り、何周でもしてやろうかなっていう感じで生きています。おー、素晴らしいですね。今日は、えー、ご夫婦で世界を2周されて、えー、フルタイム、もう、なんて言うんでしょう、フルタイムトラベラーですよね。もう旅をして生活をされている、 山際さんを僕のチャンネルにゲストとしてお招きをして、えー、世界で住みたい国がどこなのかだとかオーストラリアに住むということについてお話をしていきたいと思いますなのでもしこれから海外移住とかオーストラリアに住んでみたいなっていう興味がある人にとってはすごく面白い内容になると思うのでぜひ動画を最後まで見てくださいよろしくお願いしますお願いします,お願い,します <laughs> いいですね野球部っぽくて 野球部っぽくていいですね。こんにちは、おめでしうございます。ます <laughs> よろしくお願いします。ではでは、えっ、ー、と早速山際さんに今はご質問をしていきたいと思いますが、はい、あの、うん、世界に使用されたっていうことで何カ国かはちなみに数えてらっしゃいますか。おそらく55です。うん。55カ国をなので見てあの滞在をしてあの来たというご経験 があるということで、それでは55カ国を見てきた経験を持って、オーストラリアという国について、えー、どう思いますか非常に魅力的な国ですよね。お,おいいですね。いや、とても魅力的です。本当に。う,んう,んうん、うん、それは、あの旅行先としてもそうですし、住むということでもそうですかそうです。どっちの意味でもそうですね。うーん,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 、うん。実はまだそんなに深く オーストラリアは旅行したことなくて、あ,あ、そそううなんですかそうなんですすかよ、まだゴールドコーストと、うんうん、あとあの、近くの,あのビーチとか、はい,はい,はい、はい、そっち全然行ってないんですよね。なるほど、なるほど、なるほど。メルボルンもシドニーも、えー、と西の方のパースとかも全然行ったことなくて、ううううんうんうん、うんでも気になってるところがたくさんあって、旅行もしたいなっていうのと、うううううん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 、うん実際にゴールドコースト行ったときに、うんあの、特に観光そんなにしなくて。 うん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 。<laughs> 不動産の物件を見て回ってたんですよ。ええー、面白い。こんなとこ、あ、こういうところ滑るんだとか、はい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 。おお、にオーストラリアに行ったっていうのもあったんで、なる,なるほど、なるほど。全然魅力を感じています。むちゃくちゃ感じてますね。おお、本当ですか。それでは今後可能性があって、あのー、移住ができそうってなったら、はい、オーストラリア永住権取得。 検討されれるかかもしれないですかねちおおそうしたらちょっと楽しくなりそうですねなるほどなるほどでオーストラリア移住もちょっと検討もありえるということででは55カ国世界回って世界二周された経験でじゃあ山際さんが住んでみたい国トップ3とかってありますかトップ3はまずは一つはオーストラリアですよね それが何番目ですかこれはね、えー、っと、ちょっとに2か3か迷ってるところですね。なるほど、なるほど、なるほど。2か3がオーストラリア。で、2か3のもう1個がスペインですね。おー、なるほど、なるほど。で、もう今のところぶっちぎり1位なのがカナダです。えー、ちょっとそれぞれの国の理由をお伺いしてもよろしいでしょうか 単純に、あのまあちょっと今お話しした感じだと、オーストラリアは本当にたくさん、国内も見て回るところもあるっていうのと、見やすそうだなっていうのと、いろんな海外にもすごい行きやすい、アクセスしやすいっていうのが理由、ちゃんと場所を選ばなきゃいけないと思うんですけど、治安もよさそうだなとか。 日本との時差も、えー、と1時間ぐらいですかね。そう,そうです、そうです。あさっき山際さんのチャンネルで時差の話したらよかったですね。<laughs> あそれはもうググってくださいって感じで <laughs> <laughs> あの。山際さんのチャンネルにもコラボ動画があるので、概要欄から飛んでみてください。<laughs> あごめんなさい、どうぞどうぞ。 <laughs> で、まあ、時差が日本ってあんまないっていうのもすごいいいところかなと思ってますね。うううんうん、うん間違いないですね。ううん、うん、うんん間違いないなですで、次の、えっと、スペインの理由は、うん、単純になんかスペインの街並みとかが普通に歩いててスペイン人と触れ合ったりしてて、うん、なんか陽気でで楽しいんですよねおーなるほど明るくて陽気で楽しいっていうあの感じがちょっとたまんないなっていう。 わかります。僕もスペイン人の友達いるんでわかります。それ。ノリというか感覚というか違いますよね。うん感じのながか心つかまれた感じですかね。なる,な,るなるほど。なるほどもちろんスペイン料理も美味しいとか、ご飯も美味しいとか。うん、はい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 。あ、なるほどなるほどなるほど。バルの,バルのご飯が。はいはい、いいですね。いいですね。うん。位、えー、のカナダは、 えとバンクーバーに半年ぐらい住んでたんですけど、うん、それで、カナダならバンクーバーって感じです。えー、完全に気に入っちゃって、やっぱり人も穏やかで優しくて、人が本当いいっていうのと、気候も日本とあんま変わらないんですよね。うんうん、あそうなんで寒い、カナダ寒いっていうイメージあると思うんですけど、日本とバンクーバーはそんな変わらないんですよね。 ええー、知らなかったです、それはで。夏も日本よりちょっと涼しいっていう感じなので。日本とそんなに変わらない気候で、えー、過ごせるかっていうところです、ね。いいですね。ちなみにカナダは別の都市はあのー、巡られたことはありますかカナダの別の都市も全然行ってなくて。ミ<お>ッツなんてとこしか行ってないです、<お>他には。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。 話を聞いた限りだと、トロントはもうちょっと大都会のイメージなんで、ああ、なるほど、なるほど。一気に寒くなっちゃうんですよね。ああ、僕、友達がたくさんトロントにいるんで、うんはあ、トロントの方がなんかイメージがそうですね、つきますね、うん、確かに、確かに。えー、あんま寒すぎるのが好きじゃないのでうんでんんん、うん、僕もそうです。<laughs> バンクーバーだったらお手ごろ、気候が、まあ、お手ごろっていうか、日本とはそんなに近,、うん、近しいので。 そうですね。そうですね。それはありますね。なるほど。うん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 。わかりました。ありがとうございます。あと、えっと、次の質問で僕が今、まあ、英語コーチングをしているところであのたくさん質問いただくんですけど海外旅行とか世界一周に英語力がどれぐらい必要なのかっていうのをちょっと実際に世界一周をもう2回もされてる。 山際さんにズバリですね、世界一緒に英語が必要かどうかをちょっと聞いてみたいと思います。どうでしょうかも,もちろんあったに越したことないですよ。あったらあった分だけ楽しみの幅とか楽しみの奥行きがやっぱ広がるんで、あったらったことないんですけど、うんうん、ぶっちゃけなくてもいけます。あ<ー>例えば今、英語がしゃべれなくても、うん、もうスマホっていう武器があるじゃないですか、我々。うん そうですね。そ,うですねそれで何かいろいろ打ち込んで翻訳機とか使ってなんとかコミュニケーション取ろうっていうこともできますし、うん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 。なんかそんなしゃべれないなら喋れないなりでなんとかなるんですけど、そうですよね。うんうん、うん。でも、あったほうが絶対いいですね。<laughs> 絶対いいですか。絶対です。なくてもいけますけど、あったほうが絶対いいです。これ、あの、ありますかそういうなんか英語があったらこの時。 あのー、なんだろう、セーフだったのにみたいなトラブルとかありますこの英語力がなかったばっかりにみたいな。基本的に大体トラブルになる時って、英語が分かんない時と、英語でうまく伝えられない時なんですよね。うん、ああ、なるほどなるほどなるほど。結局、英語がある程度聞けて、ある程度喋れたら、トラブルになることがトラブルにならないんですよ、ほとんど。 そうですよね、その意思疎通とかこのミスコミュニケーションが避けられますからね、こう、うん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 。その解釈の違いによってトラブルがトラブルに発展するってことが逆に多いんで。なる,なるほど、なるほど、なるほど、そういうことがありました。自分の身を守るために英語力はすごい大事だな,なとは思いますよね。なるほど。 いやー逆にそうですよね違った旅の魅力がありますよねその分かってないからこそ想像力を働かせてとか、うん、分かってないからこそアドベンチャラスになるっていうこともあるのでうんなので逆に山際さんすごいなんか何て言うんでしょうかっこいいですよねその飛び込んでいくもうやっちゃえっていう感じで <laughs> やっぱり多く僕のところに相談してくれる人も多くはやっぱりそれが。 なんて言うんてうでしょうストッパーみたいになっててでも英語ができないからいけないですとかってなっちゃう人もいるので、あのー、僕の答えも実は一緒なんですよその海外移住とか海外で働きたいんですけど英語力があってで確かに、あのー、めちゃくちゃ英語大事ですしできた方がいいんですよね絶対もちろん、うんうん、でもやっぱりきっと山際さんもそうだと思うんですけど飛び出しちゃって一周しちゃったからこそもう。 外に出たからこそ伸びた英語力もあると思うんですよ。もうやらなきゃいけないから。はいはい、でそこでの伸び,伸びた分っていうのは、この後でまた英語勉強しようってなった時もそこの経験値は生きてくるので、あのうん、できなくても飛び,ちゃ飛び出しちゃったら飛び出しちゃったで学べる部分があるので、あの英語ができないから行かないですというよりも確かに行っちゃった方がいい部分はありますよね。英語力ももちろんそうなんですけど、 うん、どっちかというとその例えば、英語はちょっと自分ができないなと思ってると、ううううんうんうん、うん引け目を感じちゃったりする人って結構多いと思うんですよ。あり,すあります、あります。あと、英語は下手くそだから喋るのがちょっと恥ずかしいとか、そう,そう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 、なんかそこが一番最もあの、問題というか、もったいないというか、いやー、それはすごいいいポイントを今、山際さんが言ってくれたので、これ、本当、見てくれてる人、覚えておいてほしいですね。ううん、ううんうんうん、うん 英語がでででききるないは結構もうどうでもよくって本当ですよ。それでも自分の意思、気持ち、やりたいこととかを伝えようとするその、なんていうんですかね、突破力みたいなのがあるかないかっていう保護なんだ大事で。間違いないですね、本当にそうで、僕も実はそれいつもあのクライアントさんとかこう、英語について質問をくれた人に、僕が伝える内容なんですけど。 あの本当この英語を教えてる立場が <laughs> 言っていいのかっていうレベルなんですけど本当に英語力って実際にに使う時になったらぶったぶちゃけどうでもいいんんでですよねうんなんでかっていうと英語ってただの道具ツールであって言ったらこのパソコンとか携帯電話とかと一緒でその使い方次第とかなので英語力が高ければ友達が多いかとかそういうのってイコールにはならないので。あの めちゃくちゃ今、山際さんが言ってくれたこと大事で、何が大事かっていうと、多分本当におっしゃってくれたように、伝えたいっていう気持ちと、理解したいっていう気持ちの方が大事なんですよね。うん、うーんなので、ちょっと素晴らしいお答えが聞けたと思います、今。うんあと、まあ、ぜひできなくても、恥ずかしがらないでほしいっていのありますよね、そうですねそこが僕も本当に、あの結構、実は英語ができる人っているたくさんいるんですよね、日本にも。 やっぱり日本的なこの感覚美徳でいや私英語全然できないんですよっていう人も多いんですけど実はある程度理解できてるしある程度言えるけどそのなんて言うんでしょうメンタルブロック的なこう、うん、マインドブロック的な感じでいや恥ずかしいちょっと間違えてるとかっていうのでこう言えないっていうのがあるので,で実際に皆さんこれ見てくださってるこの,あの山際さんも世界2周してますから。 ちょっとしたエピソードなんですけど南米を旅してるときにうん、うん、南米って基本的にスペイン語ないんでうん、うん、英語が通じなかったりするんですよ。で、まあ、やっぱり英語の方がまだスペイン語ではできるんでまずはその英語できるかどうかっていう質問をしてで,できなければスペイン語で対応するみたいなことをやってたんですけど。 何の南米系の人たちに英語できるかって聞くと、うん、基本的にできるって言うんですよ。<laughs> I can って言うんですよ。自信満々に。面白い。でも全然できないですよ、本当は。面白い。そうやって、あなんかできなくてもできるって言っちゃえるんだみたいな。大事ですね。そのできるかどうかを決めるのは自分っていう。はい。でも全然できてないんですけど。 新しいですよねだから日本の感覚からするともうそのそんぐらいずうずうしい方が逆にやっぱコミュニケーションは取れるのかなっていうのは思います,よいですよ。これまたすごい大事なこと言ってくれたのであの本当にめちゃくちゃ大事で今山際さんがシェアしてくださったことで僕も思い出したのがアジア同じアジアの国でもあのマレーシアシンガポールとか そのあとはインドネシアもそうですけどその辺りの国の人の方が英語って結構できる人が多いんですけどその人たちも感覚的にもう何て言うんだろう言える言えないできるできないというよりもできることを言っちゃうっていう感覚が強い人が多いですよね <laughs> うわあいう <laughs> それめちゃくちゃ大事なのででも山際さんから聞けてよかったですそれをうん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 うしいですありがとうございます ちょっとじゃあ最後の質問に行きたいいと思います最後の質問でオーストラリアにそしたら山際さんが今後、もし住む移住を考えるとなったら住みたい都市はありますかオーストラリア国内であったかいところがいいですねあったかいところがいいですかあったかいところがいいですなるほどブリスベス先ほどの動画の中でお話ししてもらったんですけどーそのオーストラリアの楕円形の,この上半分のところがあったかい うーん、そうです。そうです。そっちはも,もう寒気か雨季ですね。やっぱあったかいとこがいいですね。いいですね。確かに確かに。住む場所によってガラッと変わりますから。いいですね。あったかいところをじゃあ目指して、えー、移住できるようにサポートしますので、もし何か質問をしたら、<laughs> <laughs> サポートしますよ。実はあったかいところをちょっと狙い目なんです。特に、えっと、ダーウィンってご存知ですか、山際さん。知らないです。 ダーウィンはちょっと歴史的な背景を言うと戦争した時にも日本軍が爆撃をした場所なんですけどダーウィンってあのこのオーストラリアっていう国があったらこの真ん中の一番上のところですねあの言ったらインドネシアとかにめっちゃ近いところがノーザン・テリトリーって言われるまだアボリジニの人たちのコミュニティもあるあの州のえっと州都ですねの上のところにあるところで 言ったららだから日本から飛んだら近い方ですよね、真上の方にあるので。うん、そこがあのダーウィンなんですけど、ダーウィンとかは、あの実は永住権のビザとかもおりやすいっていうのがあるので、そうで,そうです、そうです。なので、結構な田舎にはなるんですけど、あったかいですね、あとはワニがいるところ。<laughs> えっ、待ってください、うん、路上にワニがいるってことですか路上にはいないと思いますけど、あのイメージで言うと、やっぱりなんか、ワニのアトラクションとかがあるようなところです。あ,のあー <laughs> そういう場所があるのでそういうところをじゃあ今後もし興味があれば情報をシェアしていきたいと思いますはいお願いします、はい、ありがとうございますそれでは今日は、えー、ゲストに山際さんを招いてお話しさせていただきました皆さんありがとうございます、えー、コラボをした山際さんの、えー、チャンネルにも動画が上がってるので概要欄に貼り付けてるので是非皆さん飛んで見てみてください ではでは質問や気になる点があったらコメント欄で聞いてくれたら答えに行きたいと思いますそれでは山川さんありがとうございましたありがとうございました thank you very much everyone i'll see you guys in the next video bye bye